私が臨床上手な方見ててすごく今寝ても寝ても眠いんですみたいな方も結構怒られるんですけど、そういう時にやはり実際体を見てると圧倒的に一番多いのが、はい、こんにちは。CQアプリ飲食研究会代表の岡田です。今日お伝えさせていただきたいのはこちらになります。寝ても寝ても眠くなる理由っていうのを今日はお伝えさせていただきたいと思います。今日はですね、よくまあ、クライアントさんとかからもね、聞くんですけど、もう今眠くて眠くて仕方ないってやつですね。睡眠時間もとってるんだけど、寝ても寝ても、眠くなるっていう部分ですね。まあ、経験ある方も多いかと思うんですけど、まあ、なんでこういうことが起こってくるのかっていう部分を今日は解説させていただきたいと思います。一般的にですね、言われるこの寝ても寝ても眠くなるっていう部分で言うと、まず一つは体内時計のズレってやつですね。要は生活が不規則になってて、例えば普段とは寝る時間に起きてたりとか、夜勤の仕事に入ったばっかりだったとか、そういう時にやっぱりまだ体内の時計のズレが出てくるので、まあそういう時に出やすかったりとか、あと睡眠障害ですね、自律神経の乱れ、要はストレスとかが原因で自律神経が乱れて、まあ睡眠がなかなかうまく取れなかったりとかっていう部分もありますし、単純に睡眠不足っていうケースもあるでしょうし、あと、女性の人だと女性ホルモンの乱れとかね、PMS っていう、月経前症候群ですね。の一つの症状として、こういう寝ても寝ても眠いっていう方も結構おられたりとかします。なので、まあ、こういう形で、こういう寝ても寝ても眠くなるっていう方もおられますし、あともう一つ、まあ、スピリチュアル的な要素っていうのも結構やっぱり強くてですね、まあ、一般的によく、そのスピリチュアルの世界でよく言われるのが、こういう大きな天気の前でね、大きく、なんか人生が変わっていくタイミングであったりとか、何か大きなエネルギーが変わっていくタイミングの時に、こういう寝ても寝ても眠くなるっていう、現象が起こりますよっていうのはよく言われたりとかするんですね。なので、そういう形で出る、ケースも結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、私が臨床上ですね、普段まあいろんな方見ててすごく今寝ても寝ても眠いんですみたいな方も結構怒られるんですけど、そういう時にやはり実際体を見てると圧倒的に一番多いのが、ここには書いてないんですけど、ネガティブなエネルギーの訴えってやつですね。訴え、要はネガティブエネルギーの影響をめちゃめちゃ受けてるっていうケースが圧倒的に多いんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあネガティブなエネルギーって何なのかっていう部分なんですけど、一つは、霊的なエネルギーですね。霊的なエネルギー、もちろん目には見えないですけど、目に見えない霊的なエネルギーの影響を受けてる人っていうのはまあ普通にいますので、でそういう影響、そういうエネルギーの影響をすごく受けてる方っていうのはすごく結構眠くなったりとかするケースが結構強いです。であともう一つは人の念ですね。サイキックアタックってやつですね。何かしらのサイキックアタック、人の念を、もらってる時、要は怒りとか恨みとかもそうだし、不安とか心配を、当てられている時みたいな形も非常に眠くなるケースが多いんじゃないかなっていうふうに思います。でこれは、単純に、自分のエネルギーを吸い取られているっていうイメージで、どっちかというと霊的なものもサイキックアタックもそうですけど、自分の本来のエネルギーじゃなくてエネルギーを吸い取られているようなイメージですね。そうするとそれを回復させるためにやっぱり寝ても寝ても眠い、寝て回復させようっていう反応が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、寝ても寝ても眠いっていう部分の時はそういうちょっとネガティブなエネルギーの影響を受けているケースが結構多いんじゃないかなと思います。なので、ちょっとそういう視点もちょっとね入れていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。でそういう時はじゃあどうしたらいいのかっていうことなんですけど、そういう時はまず一番重要なのは浄化です。浄化をすることっていう部分ですね。で浄化をしてあげるとそういうエネルギーの影響をちょっと軽減することができますので、日々ですね毎日浄化していくっていう。で浄化のやり方って本当いっぱいあるんですけど、まあ、一番有名なのはオーソドックスなのはお風呂に岩塩とかお塩を入れてその中で浄化していく、お風呂に入りながら浄化していくっていうケースは一番まあオーソドックスでやりやすいやり方なんじゃないかなっていうふうに思います。ただちょっとまあそれで全て取れるかってなかなかちょっと厳しいかもしれないので、もしよければ CQ ワークのねここの公式の LINE がありますので、概要欄にも載せてると思いますけど、そちらの方にまだ登録されてない人はね登録していただいて、そうすると最初の特典でエネルギーの浄化をする動画っていうのがあるんですね。でそれ私がこう浄化用のカードでこう浄化してる動画がありますので、まあ、見るだけで結構ですので、まあ、それを見ていただくとそれでそういうエネルギーの浄化をすることができます。なので見ながら、ちょっとこうそういうエネルギーを、上に上げてるようなイメージで見てもらうと非常にスッキリ感が出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひそういうのもちょっと活用していただきながらね過ごしていただくといいかと思います。急に眠くなったりとか寝ても寝ても眠くなるときっていうのはちょっとそういうネガティブエネルギーの影響を受けてる可能性が結構ありますので、ぜひちょっと参考にしていただけると嬉しいかと思います。ということで今日は寝ても寝ても眠くなる理由っていうのをお伝えさせていただきました。またこういう内容をお伝えさせていただきますのでチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。